皆さん、時間とは一体何でしょうか。一般的に時間というものは私たち人間の認識を成立させる最も基本的でそして重要な概念の一つだとされています。皆さんは今日時計をお持ちでしょうか。私は今腕時計を一つつけています。ですが今日は私が一番好きな時計というものを持ってきました。それがこれです。見えますでしょうか。砂時計です。砂時計というものは時間が未来のみならず過去にも向かって常に動いているということをうまく示しています。砂時計を通過した砂が集まって山となるように過ぎ去った時間は私たちの過去を構成しています。私たちが何を考えようが何をしようが時間というものは確実にそして容赦なく過ぎ去っていきます。そして最も忘れてはならないのが時間には限りがあるということです。時は金なり。誰しもが一度は聞いたことがあることわざだと思います。このことわざもまさに時間が有限であるという仮定に基づいています。限りのある時間をできるだけ有意義に過ごすべき。時間を無駄にする分お金も無駄にしている。一見とても理にかなっているように感じられます。ですが限られた時間を最大限有効活用することや時間に対する生産性を常に求める姿勢は果たして普遍的に重要なのでしょうか。突然ですが今皆さんの中で20歳よりも若い方いらっしゃったらちょっと手を挙げていただいてもいいですか。ありがとうございます。続いて20歳から30歳までの方でいらっしゃれば手を挙げてください。はい、ありがとうございます。では最後に30歳以上の方手を挙げていただいても。はい、ありがとうございます。すいません。皆様おのおのの年齢分の年数と時間を今まで過ごしてきたかと思いますがいかがでしょうか。人生は今まで長かったですか、それとも短かったでしょうか。そして今まで過ごしてきた時間は有意義でしたか。見たところ皆さんの多くは今20歳前後くらいだと思います。私自身も今20歳なのですが正直言って今までが長かったとも短かったともちょっと何とも言えません。ではちょっとこう考えてみましょう。現在日本では人生100年時代なんてよく言われています。では人の一生がちょっと長いですけども100年と仮定してしましょう、仮定しましょう。そうすると私たちは生まれてから死ぬまで約5200週間の時間を所有することになります。そのうち最初の600週間は保護が必要な子供として、そして続く400週間を、まあ、いわゆるティーネイジャーとして過ごしています。20歳になる時点で1000週間、つまり言い換えると人生の約5分の1がすでに過ぎ去ってしまっています。こうやって考えるとこの20年間という時間も意外と一瞬に感じるのではないでしょうか。まあこの当たり前な事実に改めて気づいたとき私はかなり焦ってしまいました。少しでも私のように焦った方がもしいらっしゃるとすればそれは人生の残された時間で限りのある時間で本当に自分がやりたいことを果たせるかという問いを無意識に立てている可能性があります。もちろん限りのある時間を有意義に使いたいという思考自体は間違っていないと思います。社会では時間に対する生産性というものが強調され
そして称賛されています。先ほどの時は金なりということわざもまさにこの意識の表れだと思います。ですが社会が時に私たちに押し付けている時間に対する理想というものは人々の精神に大きなプレッシャーを与えることもあるんです。有毒な生産性。有毒な生産性とは日々の生活において全ての物事をできるだけ限りなく生産的に行おうとする傾向のことです。精神的および肉体的健康を犠牲にしてでももっともっと結果を出そうと無理をしているとき、友達との余暇や単純に何かを楽しむといったことがだんだん罪深く感じてしまいます。この有毒な生産性の弊害の例として、例えば日本、中国、韓国で今問題となっている受験ストレスによる燃え尽き症候群というものがあります。今まで必死に必死に受験勉強をしていたのに、行きたい大学に受かった瞬間、それまでの目的や目標を失いバーンアウトしてしまう、そして半ばうつ状態になってしまう学生というのが少なくありません。これはまさしく有毒な生産性に侵されていることに気づかず最悪な事態を迎えてしまっている状況です。生きているすべての時間というものを生産的に過ごさなければならないという強迫観念は人々の精神に大きなプレッシャーを与えているんです。ですが有意義でない時間というのは決して無駄ではありません。2021年にアメリカオハイオ大学で行われた研究では、休暇を無駄だと思えば思うほど幸福度が下がり、うつ傾向、不安神経障害、そしてストレスのレベルまでもが高くなるといったことが分かりました。忙しく生産的であることが絶対だという社会のメッセージを無批判に内面化してしまうと、よりネガティブになってしまうということです。休暇やリラックスする時間が私たちにとって必要不可欠であることは多くの研究によって明らかになっています。では生産性とは全く関係がなく、ただ単純に退屈で暇で圧倒的に無意義に感じてしまう時間、そういう時もたまにはあると思います。俗に言う暇な時間です。この暇な時間に果たして時間の意義とか価値を認めることっていうのはできるのでしょうか。私は13歳の時に象徴的ともいえる時間を無駄にする経験をしました。13歳の時、私は LCH という病を患ったため、2週間に1度の頻度で化学治療を受けていました。病は2度発症し、治療は合計すると1年半続きました。抗がん剤を用いた治療プロセス自体が私の身体とそして精神に大きな負担を強いていて、治療を施した後の1週間余り、ほとんどの場合私は何もやる気が起きずにベッドの上でダラダラしているというのが常でありました。当時の私は今から考えるとありえないほど限りなく非生産的でした。勉強も運動も趣味も何もできずに、本当に退屈な時間というのを過ごしていました。そして長い間私はこの非生産的で無意義な時間というのを本当に後悔していました。ですが20歳になった今思い返してみると、私は決して無意義な時間を過ごしていたわけではないと考えています。振り子が一度右に振り向いたらその反動で左に向くように、精神的負担の反動としてダラダラが生じていたのではないか。だとすると当時の
何もできなかった時間というのは、私にとって最も自然で、しかも必然的であったはずです。一見退屈で暇で意味がなくて、全く有意義でない時間というものが、実は私の魂を癒していたのです。今私は頭の中で過ぎ去った時間に対する意味の後付けをしました。当時の退屈で無意義だった時間から、おそらく意味があった、おそらく有意義だった時間というのに解釈し直しました。当たり前ですが、私たちは過去を変えることなんて絶対にできません。ですが、他人に干渉されず、過ぎ去った時間に対して新しく解釈を付け加えることができます。そしてその自由を持っています。極端な話ですが、例えば私が生まれてから過ごしてきた時間は全て有意義であったと主張すると、私自身がそう信じる限り、この主張も 100% 正しくなります。過ぎ去った時間の意義は客観的に決まるわけではなく、あくまでも自分で解釈できます。にもかかわらず、世間が良しとしている時間の意義にとらわれている人は少なくありません。先ほどの有毒な生産性などもその一例です。では、この強制された時間の意義から解放されて、自分自身の時間の意義や時間との関わり方を得るにはどうすればいいのでしょうか。この答えを探る中、私は一つの考え方にたどり着きました。それが楽観的ニヒリズムという考え方です。ニヒリズム自体は19世紀ドイツの哲学者ニーチェによって広められました。ニヒリズムは、人生が無意味であり、私たちが見たり経験したり知ったりすることは全て本質的に重要でないとしています。つまりこういう感じです。人生を捉える上では一見かなりネガティブな考え方だと思います。私自身はニヒリズムをある程度認めているんです。なぜかというと、この生きるとはどういうことかという問いに対する決定的な答えというのは存在しませんし、また誰にもその真理が答えられなかったからです。ですが、ニヒリズムをもし認めるとすると、この全ては無意味であるという主張自体、実は哲学ではなく仮定としての事実を述べているに過ぎなくなります。どういうことかというと、全ては無意味であるといったところで、だから何？だから何が言いたいの？ So what？ と言ってしまう、言われてしまいます。この全ては無意味であるという、それ以上の解釈は何もなされていないんですね。なので、もう少し実用的な哲学とするには何かを付け加えた方がいいと思います。そこで楽観的ニヒリズムです。こうなります。悲しい顔の代わりにスマイルマークがつきました。とても些細なことに思われるかもしれませんが、実はこれが大きな一歩なんです。ちょっと言葉を変えると、何も重要でない以上、何に価値を生み出すかは自由だ。ぼーっとしてもインスタを見て時間を潰しても人生を無駄にしたと思わなくていい。それはあなたを幸せにした。それが重要。そしてそれが重要であるならば、あなたも重要だ。もしくは、全ては無に帰り、人はあなたを忘れる。だとしたら、とことん今の自分に正直になるべきだ。そうです。私たちが今どんなに頑張って素晴らしいことをしても、悲しいことをしても、ひどいことをしても、いずれ10世代後くらいには人に忘れ去られてしまいます。もちろんこれをネガティブに悲しく捉えることもできます。ですが、例えば、生きている間に何かすごいことを成し遂げて爪痕を残さなければならないといったような人生全体のプレッシャーから解放されるような哲学でもあるんです。
私の人生は根本的に意味がなく、存在理由もない。だからこそ私は今とても自由で、好きなことをする理由も幸せに生きる理由も自分自身で決めることができる。だったら時間の価値や意義だって自分で決めたっていいじゃないか。これが楽観的ニヒリズムの考えです。では最後に原点である時間の概念にもう一度立ち返ってみましょう。私たちは社会が強制する時間の意義にとらわれていることがあります。これらに共感できる場合はそれでも全然問題ないと思っています。ですが共感できないとき、ぜひこう考えてみてください。そもそも時間を有意義に過ごさなければならないといったことはありません。そしてこの有意義さという言葉が自分自身にとってどういうことを意味しているのか、今一つ考えてみてください。そして楽観的ニヒリズム、すべてが無意味、すべてが重要でないからこそ得られる自由を通して自分の時間というものを解釈してみましょう。そうすることによって自分が真に納得できる時間の意義というものが得られるのではないでしょうか。この砂時計の砂が私たちの時間を表しているとすると、この時計全体は人の一生、つまり私たちの人生を表しています。人生というものはあくまでも時間の蓄積です。私たちは自分の時間に対する、そして自分の人生に対する解釈の自由というのを持っていることを絶対に忘れないでください。皆さんは納得のいく時間の意義を見出せていますでしょうか。そして納得のいく生きるを実践していますでしょうか。ありがとうございました。